江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ警告のまあ事件なんですけども、ネットで買って返品するだけ、警告で1億詐欺した30代主婦が捕まるという話題、お届けしていきたいと思います。ネットで買って返品するだけで詐欺が成立する、ちょっとよくわからないんですけども、それではですね、まあネットで買った時、例えばアマゾンで買った時にちょっと返品しますよって時に送り返すじゃないですか。だから別に、そんで、まあ自動的に返金も受けますよね。それと同時に。だから、詐欺なんかできるわけないんですけど、ちょっと見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。インターネットショッピング物から品物を購入した後、返品申請を繰り返し、払い戻し金を横取りした30代主婦が実刑を宣告された。法曹界によると、ソウル西部地裁刑事4単独のチョン・クムヨン判事は23日、詐欺容疑で起訴されたウィボン被告37に懲役1年2ヶ月を言い渡した。ウィ氏はインターネットショッピングモール2カ所で返品を申請し、払い戻し金だけを受け取り、品物をまともに返さなかったことが分かった。検察はウィ氏がこのような手口で2021年1月から10月まで計71回にわたって計1億3900万ウォン余り相当の物品を横領した疑いで起訴した。ウィ氏は返品宅配送り状番号さえ確認されれば3日以内に自動的に払い戻しを受けられるという点を狙った。ウィ氏はこのような払い戻し方式を悪用して空き箱だけを送ったり、物品の一部だけを箱に入れて送った。返品していないものは中古取引プラットフォームで新品として販売した。ウィ氏は品物をすべて返品しようとしたが、宅配業者が一部だけ回収していったと主張した。またしかし、ウィ氏の主張は裁判所で受け入れられなかった。返品宅配箱が最初から空っぽの場合もあり、スマートウォッチや無線イヤホンなど複数を一度に送れるものも1個ずつ発送した点などから見て、ウィ氏に正常に返品するつもりはなかったと判断した。おお、返せよ、商品も返せよ。じゃあね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。はい、それではね、1人目、ここが詐欺の王国なのか。913個。そうですよ。それで不当収益 1.39 億ウォンは捕まってもそのままごくり、1ヶ月に1000万ウォンだね。主婦にしてはいい取引だね。591-25。いやいやいや、10ヶ月だからね。10ヶ月で1億3900万ウォン、1億5000万ぐらいか。1500万ぐらいか。そうだよ。だから月150万円だよ。ひでえな。渓谷にウィさんなんている。治安系中国人だね。30-0。ウィさん、詐欺罪に寛大すぎる。殺人罪以上に処罰せよ。人の人生を蝕む虫たち。12-0。クーパンの払い戻しシステムを悪用して私たちもたくさんやられた。少額だと問い詰めるのに疲れて見過ごしたのが一度や二度ではない。11-0。オンライン8年目のセラーですが、詐欺師も問題ですが、プラットフォームが詐欺を働くように助長します。プラットフォーム同士の競争で販売者の私有物を迅速な払い戻し制度という趣旨で、消費者が返品を希望する場合、返品商品が入庫する前に払い戻しを先にします。このため返品商品が既存されたり紛失されても販売者は消費者に責任追及ができず、プラットフォームに保証申請を再びすることになるが、自分の品物を疑われる格好です。当然返品、交換、返金する義務がありますが、このようなやり方で販売者は二重に損害を被り、その被害はまた善良な消費者に転嫁されます。悪法でもこのような悪法はない。13。ショッピングモールをやっていると本当に恥知らずの人が多い。自分のせいなのに販売者のせいにしておいて返品送料は払うのかと言ってくる。10-0。ウィさんなら朝鮮族じゃない、警告人のふりしてるの。7-0。経済自販は量刑が少なく、みんな詐欺を働きましょうというようなもの。正々堂々と汗を流して働いて稼げ。6-0。
この国がわけもなく詐欺横領部門で全世界1位の国家なのではない。警告民らしくよくやったね。まあ法と処罰のレベルを見ているとこれは犯罪を奨励するレベルなんだけど。4-0 即よりなんとかしろよこれはい、ということでね、1年2ヶ月実刑くらえばこの1億3900万ウォンは自分の手元に残るのかな。そこはちょっとわからないですけどね。じゃあですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。まあ警告の反応を見てるとそんな感じっぽいけどね、没収じゃないのかね。はい、ネットで買って送金せずに返品する感じかな、だからアマゾン来ないんだよ、わら。ああ、納得いかなかったら全額返金保証とかのやつ。着てるくせにサイズが合わなかったとか言っても服返品するとかそういうあれか。通販番組で、いやこんなすごい効果ありえんとか煽っているアンミカも詐欺罪として引っ張ってほしいな。普通ブラックリストに載るんじゃないのか。こんなので実刑になるならイジェミョンなんて地形だぞ。ネットで注文するだけの簡単なお仕事です、わらわら。品物だけを返していなかったんだ。それと空箱だけを返したのね。返品を受けてから返金だろ、ネットショップ側もシステムが不備じゃないか。それでまかり通ると思ったんか、わら。警告にネットショッピングが早すぎただけだ。ファックスからやり直し。奴らの商売に信用って言葉はないんだよ。これができるところがセキュリティがガバガバの証拠、わら。仮パクから買いパクに進化しました、かっこ笑い。この主婦にも9万もらえるんだ、あ。ちょっと別の動画でお話ししましたけど、ソウルのソウルのニートに、ソウル市のニートの女性は9万円もらえる。そこら辺にいる普通の主婦でもこれくらい荒かすところが渓谷という国なんですよ、わら。渓谷に性善説は存在しないんだから、返品を確認してから返金しなよ。信頼が成り立たない、よさかいか。そんな修羅の国で生きるのは日本人には無理やろ。まず渓半島に善良な市民を探すのが大変だ。国籍が渓谷ならどこのどんな民族でも渓谷人ですよ、知らないの。汗を流して働くのが嫌なんだろ。ヤンバン様はいかに働かずに稼ぐかだろ、わら。ああ、刑事と民事違うから後で損害賠償されるでしょ。ああ、そっかそっかそっか。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。